柔道をやってて、で、講道館にずっと通ってたんです。で、住まいは千代田区の靖国神社の前の九段で、水道橋の講道館まで非常に近かったんで、子供からずっと通ってて、その時高校生の時に、今のもう亡くなったのかな、段崎という居合道連盟の会長、昔相撲取りやってた方で、居合の会長になった方は段崎先生っていうのは、その息子と友達になって、でその相撲取りだったから、上島先生と天竜を投げて相撲取りが出入りしてたんですね、本部道場へ。でそういう関係で紹介を受けて見学に行って、ちょうど夕方の5時か6時頃、多田先生が指導してて、当時三段で、それでまず5、6人ですかね、稽古してて、古い昔の焼け残った建物で、まだ罹災して戦争で住み込んじゃった人が住んでた時代ですね。で半分ぐらい、3分の1はそういう人2組が道場の住んでた、そういう時代でだったんで、まあ合気道なんかほとんど知らない時代で、で高校の3年生の秋頃だったんで、多田先生帰る時に気に入ったら来いよってかけてもらったんで、大学入って4月の末ですかねに入門したということで、まあ、そういうことで合気道を知ったわけです。古流の柔術があるっていうことはそんなに世間に知れ渡ってはなかったですね。柔剣道とかね、空手とかは一般化してましたけど、とまあそのプロレスですねは流行ってたけど、そういう古流の柔術っていうのが一般ではなかったですね。はい、ほとんど合気道も知られてないし、私が入った昭和30年1955年の4月に入ったんだけど、その一般公開、合気道が一般公開したのがその9月ですね、高島屋の屋上でやった時に、まあ私入ったばかしだから畳運びとかそういうのを手伝ったわけで、やったのが外部に公開した始まりですね。そういうのは本部道場はもう今みたいな入門書と入会のあれと同じで、別にそういう帳面につけるというようなことはなかったですね。はい。昭和入ったのは1955年ですから、昭和30年ですね。でまず戦後10年、まだ合気道が本部道場でももう1回の稽古で5人とか10人の時代だから、吉祥丸先生はまだ証券会社に勤めた時代だ。それで稽古し教えてって、その大稽古してたのが多田先生ですね。でそれが終わって、で2年頃、昭和57年頃、合気道専門に吉祥丸先生になったわけですよね。ですからその辺から時間が増えてきたから、こう広がってきたということで、で稽古時間も朝と晩しかなかったですね。朝6時半と夜の稽古ということで、それが5回に今現在の時間になったのが、吉祥丸先生が仕事を辞めてからの、別に入ろうと思っただけ、うちが近かったから、でまあ合気道に入門して、まあ、柔道もいろいろやってたんですけど、
当時うちで本部あの構造館というのはそういう組織が大きいから今そういう細かい接触がなかったんだけど、本部道場は、まあ、今日やこんなような状態だから終わってからああやってあのお茶飲んだり、あとで稽古したり書道やったり、あと夜は酒飲みに行ったりして人の付き合いが面白かったし、また地方からみんな来てたですね、うちで一緒に。だから自分の考えが同じ年でも全然考え方が違ったり個性があったり、そういうのが面白くて、構造会やめて合気道になったっていうのがもう主な理由ですね。だから人との友達の当時の友達そのうち弟子たちの付き合いでね、うん、うちでもめちゃくちゃですよ稽古以外はあとは何しててもいいからね、夜酒飲んだり、うん、だからでまあもちろん掃除とかあの買い物とかはするんですけどね、そうあのそんな稽古の場所もないしね、稽古以外はたむろしてて、腕相撲やったり腕相撲やったりもうね、で夜になると飲みたり新宿近いから飲みに行ったり、うん、でまあ先輩後輩だからあの持ってる人が払うと先輩大体先輩が払うって なければまあそのうちあの大体こう仕送りがあると分かるともう飲みに行こうとかまあそういう面で、それでまあ住むとことね、まあ最低の食事なんかもあの上島先生と一緒にしてる時代ともありましたからね、まあそういう面で食べあの住むことと食べることを心配なければ結構勝手なことやってたんですよね、うん。やっぱり若かったからみんな激しかったですね。でこう技が効かないとか痛くないとか我慢の試合でだから私なんかそんな体大きくないタフだったけどね、でくるくるくるやって相手つからして、まあそんなもんでもう投げたらすぐ起きて、でそういうもんでそれでお互いにあのまあそれが良かったんだろうですね、鍛える面で。全部それぞれの先生ねのあれは考え方の違いで、それぞれほらあの優れた面と自分に合わない面で、その先生が全部いろんな先生が出ることによってね、あの自分の今現代があるわけですけどね。だからあの技の統一っていうことは一切なかったからね、そういう面ではだから合気道は発展したんじゃないか。特にまああの東江光一先生のカバン持ちが一番やったから10年以上やってましたからね、いろんなところで、まあ、そういう影響もありましたけど、まあ東江先生の考え方ももう素晴らしいしね、あの言ってることも、ただしあのまあ親の姿、親の商売やってたんですけど、いろんなことであのその根本のね、あの師匠を大切にしながらってそれは別れていくというね、それにはちょっと抵抗があったんで。あの本部に残ったんですけどね。で私がその東江先生が別れて出てくときに3月31日にあのこうやって事務所に座っててみんな出て行ったときにひょっと引いて、私こうやってそばに座ってたんですけど、岸丸先生のは小林残ったかって言われるぐらい、まあ東江先生の小判持ちやってたからついていくんじゃないかと思われてたんですけどね。それはまあ親にの考え方の感謝で、まあ、それが現在あると思いますね、はい。だからもうまああの元は大切にしなくちゃねいけないと思ってます、はい。
ダブル製造なかったです、私の。だから一切審査を受けてないで、あの1年経って、ちょうど鏡開きの時に、お前は初段だとか二段とか、突然こう、晴れられるんですね。で、少し増えてきて、そしたら審査制度のを設けて、まあ一日、私らもまあ自由だから、一日ついて先生って尊敬すればいい、ね、先生になるんじゃないかと思うけど、まあ修行の面ではね、いろんな考え方があるから、何年という、その期間はね、限定なで、まあ講習会で会うだけの、地方なんかみんなそうだですけどね。先生が回っていって、今みたく交通がほら便利だじゃないから、講習年に1回、3月ぐらいの時に1週間ぐらい本部の稽古を休んで、大先生の稽古だけやってた時代がしばらくあるんですよ。だからそういう時に来ただけの先生もいるしね。ですから何とも言えないですけどね。やっぱり本部長を立てて吉羽門下と言えばそれでいいと思いますね、私としては。はい、望月実先生はちょうど私らが明治大学の合気道部を作った
時の1年下の2年下かな仲間のおじさんだったんですよね。でそういうもんで大学の、まあ、写真もそこにありますけど大学の合宿を2回ほど望月稔先生での道場で静岡のね道場でやりましてね。だからあと結局望月先生が本部道場に来てもみんな知らないんで私がほら株主になるとよく話してもらいましたね。望月先生は講道館の観音先生から派遣されて観音先生が上柴先生を講道館に呼ぶわけにはいかないんでお前に習ってこいということで派遣された人なんですよね。だそういうもんで柔道家のタイプ で海外行った時にその合気道の技じゃなく柔道で組んだ時のそういう技をやんなくちゃダメだとかいうことで上柴先生とのやり取りは多少そういうあれが確執はあったと思いますね。で阿部先生はもうなんか気性の激しいですぐ喧嘩するしそういう面で海外でもまあいろんなことしたみたいですけど、まあ、そういう激しい人たちがだからああいう全然知らないところに行ってね広められたということで。まあ、両方の先生もたまたま個人的にそんなに長い期間じゃないですけども親しくしていただいたんでね、まあ、こういう人でじゃたちじゃないけどそういう新しい世界を切り開いていけない方だなと思って尊敬はしています。はい。いや私はみんなずっとこう行くかと言ってほら海外だからアメリカとかヨーロッパとか行くって言ってみんな先に行ってて私別に合気道その稽古そのままが好きだったからね。それでやってた時私には今当時師範部長の東江浩一先生に呼ばれて「お前ミャンマーで今昔のビルマって言ってミャンマー今山口先生が先に行ってたんですよ。それでそれは戦後の戦争でほら日本軍が第二次世界大戦でほら東南アジアに迷惑かけたからと日本敗戦での賠償を払ってたんですよね。でその費用でビルマミャンマーですか今のあれに。の2年間行ってその助手として行かないかって言われたんですよ。だからどうでもいいですって言ったらどうでもいいっていう返事はないとか言われて行くか行かないかとはいとか行きますとか言ってそれで行きたくないからちょっと放っといたんですよ。早く大使館に行けとか言われたの。そしたら3ヶ月後にクーデターですね。で今までの軍政に急に変わっちゃったのかな。なんかそのクーデターがあって外国人教師は呼ばないということで逆に5人兵隊を送ってきたんですね。で柔道と合気道をやるためにそれを世話してだからそれであこれはまだ日本で修行しなさいという一つの道かなと思って、次また稽古そのものが好きだったからその教えるってこともあんまりその当時はね開くまでは考えなかったから、まあそれで現在はかえってそれがまあよかって、まあ、こういう交流の世界がねできたんじゃないかと思いますね。ほとんどもう海外行った人でもそんな長い期間は稽古してないんですよ、はっきり言って。だから30年とかもう40年でほとんど海外出てるわけ、10年ぐらいのもんでね。それで海外であれだけみんな広げてるっていうことはそれ短期間でもかなり激しい訓練といろんな体験してたからできたんじゃないかと思う。まあそれもそれぞれの才能があったことも確かで、面白いことにその
行った国によっての性格があるわけですよね。すると、まあ、あのフランスなんか行ってると結構あの社交的で、あのそういう人で、ドイツの浅井なんかもう几帳面でね、ドイツ人そういう人が会ってない国に行った人は弾き出されてるんですね。帰ってきちゃったり、他の国に移動しちゃったりしてますからね。そういうのもあると思いますよね、うん。ですからまあ今残って、まあ当時師範ってね言って何人も言ってるけど、やっぱり残ってる人はそれなりのその国にあったとか、それにそういう地方に行ったところの場所にね順応できた人たちで、ね、会わなくて帰ってきた人もたくさんいますよ、うん。もう残りはあの初めて外国人と一緒に内弟子に入って、どうこうやって一緒に寝泊まりしてね、あのやってた、あの結構私よりずっと上だしね、もう40過ぎてるかな。で偉かったですね、2年間全然、当時の外国人なんか珍しい時代だから、あのほとんどいないような時代、日本でもね。だそういう面でそれを2年間もその道場と一緒に寝泊まりしてやったというのは大した人ですよね。それで、うん。